さあしかしちょっと長堀のスタミナが切れてきたか。さあ持ち上げた持ち上げたダンプ松本、これからどう料理するのか。前に何か叩き落としたという感じです。かなり効いている、かなり効いている長堀。水泳で飛び込む時に頭から飛び込まんと胸打ったりとかして、生きていけへんあれ胸打ちでしたね。おさむちゃんね、はい、非常にこの人はね、長堀選手というのは、はい、いわゆる中年の男性に人気があるんですよ。ああそうですか。いかがですかご覧になって。いやーやっぱり色っぽいですよこの子。ああね、ただやっぱり心配だけど本当にやっぱり胸いた女性急所でしょ。あんな結構やったら大丈夫なんかな。その辺ジャガーさんどうですか。平らに当たればそんなこともないんですけどね、ちょっとつま先が入ったりとかするとやっぱ痛いですね。ああそうやろね、しかしこのダンプ松本の余裕たっぷりの攻撃をご覧いただきましょう。もう何かもてあそんでるといった感じがしますね。そうですね、3人で1人ですからね、ダンプというのはそんな握力ありましたか。そうですね、力はあるんですけど、ね、ただ手が体ほど大きくないんですよね。だからそういう部分で損してるとこあるかもしれないですけどね、力はありますねやっぱり。そうですか。なんかフリッツ・ソン・エリック思い出しますね。フリッツ・ソン・エリック、はい、鉄の爪。さあ懸命にキックで返しますが、何かダンプ・松本のキック一発プラスが何かね、長堀のキック5発に相当するんじゃないかという感じ。おっとすごい音を立てて赤コーナーまで蹴り込んでいきましたダンプ松本。しかし今日は非常に長い時間戦っています。長堀としてはおそらくダンプ松本と戦っている一番長い時間ではないかと思われます。30分一本勝負です。とにかくこういう体の大きい選手とやるときは序盤戦でも疲れちゃいますよね。そうですね、もう速攻攻撃でいかなきゃダメですよやっぱり。カウント2つ、今のは何か3つ入れてほしいという感じでしたけれども。さあそしてロープに飛ばす、そろそろラリアートのかな。あと水平打ちかわした、かわした、そして取ることができるかどうか。おっと円錐切り、おっとダンプ松本の円錐切り、円錐切りやるんですね。身軽でしたね今のは。そうなんですよね、アントリオ命を持った動きが早いですからね。そしてラリアートいきます。カッキロが追いかぶさる。さあロープのそばだ、逃げれるか逃げれるか。ちょっとダンプとしては位置が悪かった。さあそしてパワーボムか、パワーボム、そのまま決める。パワーボムで決まった。今のパワーボムすごい今の効いてますよ。打ってる角度から見たら分かりますからね。ちょうどいい角度でね、ちょっと首と、ね、肩なったけどね、脳震盪起こして大丈夫かな。大の字になって倒れています、うん、長堀選手かなり効いてるでしょうね。ジャガーさんこれはそうですね、真っ逆様みたいですもんね、はい、そしてダンプ松本は勢いよと控え室に戻っていきました。しかし今日はダンプ松本身軽な、ね、ところを見せましたね。そうですね、動きが早いですよ、はい、またダンプの戦いぶりが楽しみになってまいりました。